性格良すぎ。本当に優しい性格の犬御前。犬は人間に優しいというイメージがある人は多いと思います。なぜなら飼い主が泣いている時にそっと寄り添ってくれた、悲しい時に何も言わずに隣に来てくれた、喧嘩の仲裁をしてくれたなど、犬の優しいエピソードを耳にすることがあったり、実際愛犬の優しい行動に癒された経験のある飼い主がたくさんいるからです。犬は人間に対して友好的な性格の子が多い動物だと言われています。しかし穏やかで優しい性格の犬ばかりではありません。犬それぞれの個性や育った環境で違いはあるものの、犬種によってある程度性格の傾向は決まっているのです。気性の荒い犬種もいれば温厚な犬種もいます。犬の飼育を検討しているとき、優しい犬がいいなと思う人が多いのではないでしょうか。そこで優しい犬とは具体的にはどんな犬種なのか知りたくありませんか。そこで今回は一般的に優しい性格と言われている犬種を5つ紹介します。ゴールデンレトリーバー。ゴールデンレトリーバーは人が大好きでとてもフレンドリーな大型犬です。明るく陽気で活発な性格ですが、飼い主に忠実で賢いので理想的な家庭犬と言われています。自宅で飼った経験がある、もしくは友達の家で飼っているのを見たことがあるなんて人も多いのではないでしょうか。ゴールデンレトリーバーは多くの家庭で愛され、人間と共に暮らしている犬種です。そのフレンドリーな性格からとても優しくて温厚な性格の犬が多いと言われています。また人間の子供や他のペットにも寛容な性格なのです。人間の子供と散歩したり仲良く遊んでいる姿を見かけることもありますよね。子供が体の上によじ登ってきても平然としていたり、お布団に寝ている小さな赤ちゃんを優しく見守るなど、ゴールデンレトリーバーの優しさがよくわかるエピソードはたくさんあります。海外でもゴールデンレトリーバーの優しさや愛情深さは評価されています。飼い主がリンゴを食べて窒息してしまった時、何度も飼い主の胸に飛び乗りリンゴのかけらを吐き出させたという出来事があります。その犬はアメリカ動物虐待防止協会からドッグオブザイヤーを授与されました。ゴールデンレトリーバーの優しさと忠実さでこのような素晴らしい出来事が起こったのでしょう。また大型犬らしいたくましい体つきとゴールドの毛並みが美しいゴールデンレトリーバー、そのがっしりとした体型とは裏腹に垂れた耳とアーモンド型の目が特徴的な、とっても優しい顔つきをしています。家族だけではなく近所の人や散歩中すれ違う人にも愛想がよく、初対面の人にいきなり噛みつくなどの攻撃性はないとされています。優しく温和な表情は見るだけで温かい気持ちになりますね。また洞察力に優れているので家族の感情の変化に敏感です。家族に対する愛情も深いので、あなたの気持ちを理解し寄り添ってくれる良いパートナーとなることでしょう。ラブラドールレトリーバー。ラブラドールレトリーバーといえば盲導犬や介助犬のイメージがありますよね。とても賢くて学習能力が高い犬種で、穏やかで優しい性格が有名な大型犬です。その賢さと優しさを生かして人間を助ける仕事で活躍しています。日本で盲導犬として活躍している犬種の約9割以上はラブラドールレトリーバーが占めているそうです。訓練を行えば盲導犬になることはできるので、ラブラドールレトリーバー以外の犬種でも良いのです。それなのにラブラドールレトリーバーが選ばれる理由の一つは、見た目が優しく温和な印象を与えるからだそうです。がっしりとしてたくましい筋肉のついた体をしていますが、可愛らしく親しみやすい顔つきをしていますよね。以前アメリカでハリケーンが起こった時、洪水で溺死寸前だった男性をラブラドールレトリーバーが救ったという有名なエピソードもあります。その愛情深さと優しさで一人の男性の命を救ったのです。このようにラブラドールレトリーバーはとても愛情深い犬種です。自分より小さな子を守るという意識が強く、
子供にも優しく接してくれることが多いと言われています。一緒に遊ぶことはもちろん、寄り添って眠ったり、手や顔をペロペロと舐めたり、一緒に暮らす子供との仲睦まじい姿を見せてくれることも多いでしょう。そんな姿を見ると他の家族も癒されますよね。体は大きいけれど、とても温和で攻撃的な態度を取ることがほとんどないラブラドールレトリーバー。家族から初対面の人まで周囲を穏やかな気持ちにさせてくれる愛すべき犬種ですね。トイプードル。明るくて遊ぶことが大好きなトイプードルは温和でフレンドリー、愛情表現も豊かな犬種です。運動能力が高く、とても賢いことでも有名な小型犬で、聡明で人見知りもあまりしません。社交性が高く、家族以外の人間にも友好的に接することができます。空気を読む賢さもあることから、飼い主や家族の気持ちに寄り添ってくれる優しい姿が見られます。そしてその性格と見た目の可愛らしさから、ペットとしてたくさんの家庭で愛されていますよね。ふわふわの巻き毛に個性的なカット、ぬいぐるみのように可愛い見た目で、見ているだけで優しい気持ちになれそうです。また室内で飼育されることが多いトイプードル、悲しいことがあり部屋で泣いていると、愛犬のトイプードルが近寄ってきて涙をペロペロと舐めて慰めてくれたという話もあります。飼い主が一人になりたい時はそっとしておいてくれて、構ってほしい時は近づいてきてくれるような行動も見られます。賢くて従順なトイプードルはいつもそばにいる飼い主の気持ちを敏感に感じ取り、悲しい時は優しく接してくれるのかもしれません。活発で可愛らしいだけでなく、賢く優しい一面も見せてくれるなんて、とても魅力的な犬種ですね。ペットとして人気が高いのも納得できます。シーズー。愛らしい顔と長く美しい毛並みが特徴のシーズーは、穏やかで優しく落ち着いた性格の小型犬です。昔から貴族の抱き犬として愛されてきた犬種で、クリクリとした大きな目に垂れた耳、気品あふれる見た目をしていますね。シーズーは愛情深く、人間や他の犬にも友好的に接することができます。神経質ではなく、子供とも仲良くすることができるため、一般家庭でも愛される存在です。人間の赤ちゃんに寄り添ったり、赤ちゃんの様子を見守ったり、そんな様子はとても微笑ましいですよね。また遊び好きで活発な面もあるので、子供と一緒に遊んでくれることもあるでしょう。大切な家族の一員として可愛がられる犬種ですね。シーズーはもともと貴族の愛玩犬として飼われていたためか、頑固でプライドが高い一面があります。しかし基本的には見た目通り穏やかな気質なのです。人間に対する警戒心が少なく、のんびりマイペースに過ごすことを好みます。そのゆったりとした穏やかな様子から、優しい印象が強いのかもしれません。またシーズーは賢く思慮深い一面もあります。飼い主の様子をよく見ていて、気遣いながら寄り添うことができる優しい犬種なのです。飼い主が体調不良で倒れた時にクーンクーンと泣きながらそばにいてくれたなど、シーズーの優しさあふれるエピソードもあります。またその賢さから、無駄吠えすることも少ないと言われています。そこも子供から高齢の方まで、シーズーに優しさを感じるポイントではないでしょうか。キャバ・イヤキング・チャールズ・スパニエル。キャバ・イヤキング・チャールズ・スパニエルは、その名の通りチャールズ1世2世に愛されたことで有名な小型犬です。日本では略してキャバリアと呼ばれています。キャバリアは癒しのスパニエルと呼ばれるほどに優しい性格をしている小型犬です。キャバリアより優しい犬はいないという人もいるほどに、愛情と優しさあふれる犬種です。キャバリアは活発な面もあるけれど、賢く穏やかで物静かな性格をしています。そのため家庭犬として理想的な犬種だと言われるのです。キャバリアは争い事が嫌いで、穏やかに暮らすことを好む傾向にあるそうです。噛み癖もなく、攻撃性もほとんどありません。
もともと貴族の膝の上で可愛がられていた犬種なので、人に構われたり、触られることが好きです。小さな子供に触られても、優しく相手をしてくれます。子供はもちろん、高齢の方がいる家庭でも飼いやすいですね。垂れた耳に、大きな目、ウェーブのかかったふわふわの毛並みが特徴的なキャバリアは、とてもエレガントな見た目をしています。クリクリの目で見つめてくる姿はとても愛らしいですよね。キャバリアは柔軟性のある性格で、物静かな飼い主にはそっと寄り添い、活発な飼い主とは元気いっぱい遊びます。飼い主の性格に合わせ、一緒に過ごしてくれるところも、キャバリアが優しいと言われる理由の一つなのではないでしょうか。犬は昔から人間の良きパートナーとして暮らしてきました。そして犬は、大好きな飼い主と一緒に過ごすため、人間に寄り添うように過ごすのだそうです。その行動が、優しいと言われるゆえんかもしれません。飼い主がそばにいてほしいとき、そっとしておいてほしいとき、犬が飼い主の気持ちを理解しているかのような行動をとることがあるでしょう。そんな愛犬がとても愛しくもあり、癒されますよね。また、犬は良くも悪くも人間に合わせる動物で、飼い主をよく見て行動します。犬の性格は飼い主に似る、という話を聞いたことがありませんか？もし、愛犬のことをうちの子は優しいと感じるようなら、それはあなたが愛犬に優しく接し、穏やかに育ててきた結果だと思って良いでしょう。愛犬が優しく育ってほしいと思う人は、意識的に自分も優しく接してみると良いかもしれません。